例えばもしも君のそばにいられるのなら叶わないと気づいていても影を探してる。どこへ行こう、どこまで行こう、放課後の長い道でなぜか寂しくなるのはさよならをして一人になって足音聞こえないから答えなんていらないけど聞いてよ。